仲人というのがダサかったのか。皆さんこんばんは。東京青山の結婚相談所マリーミー代表婚活アドバイザーの植草美幸です。月曜日のこの時間は植草美幸の恋愛結婚相談の時間がやってまいりました。アシスタントはおなじみの木月玲さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。はい、この本ですね、はい、このマリーミーにも飾ってあったんですが、はいはい、私は結婚をしない本当の理由、志賀明さん著書、こちらに取材を、そうなんですね、この本を書かれるにあたって取材を受けられたということで、はいはい、まあ、志賀明さんはスマホを落としただけなのにの最新作ということですね。で、なんか植草先生のことが書いてありますね。本書を執筆するにあたり、結婚相談所、うん、マリーミー代表の植草美幸さんにお話を伺いました。この場を借りて心より御礼申し上げます、ね。え、はい、去年でした、今年じゃなかった、あ、今年のね、はい、2月にコロナ前ぐらい、そう2月に、はい、まあ、取材をさせてくださいということで、うん、はい、でお越しになったんですね、はい、志賀先生がね、でその書籍 の、 その登場人物が婚活アドバイザーということ で、はい、で婚活アドバイザーがどういう仕事なのか、うん、ということが分からずして、やっぱり作家さんも書けませんよね、うん、はい、ということで結構ね長い時間お話をさせていただき、なるほどなるほどってもうすごく感心していらっしゃいましたけど、出来上がってみたら、婚活、はい、アドバイザーということなんですが、はい、まあ、婚活アドバイザーってね、こう人をくくりに言うと、はい、まあ、会員さんの、まあ、お世話というかマッチングをするのがお仕事なんですかね、うん、あのね、簡単に言うと、はい、仲人ですよね、はい、昔ながらの、はい、うん、結婚したいと思っている方たちに、どなたかとどなたかをご紹介し合って、はい、っていうのが本来の仲人、はい、で最近はアドバイザーという名前がついてますけど、うん、なぜアドバイザーという名前になったのか、まあ、仲人というのがダサかったのか古かったのかちょっとイメージが昔のイメージなんですかね。そうですね。で、まあ、婚活をするにあたってのアドバイスをしましょうということでアドバイザーとなったんでしょうけど、はい、非常に今主流になってきてますね、うん、カウンセラーっていうのをつけたりする人もいますけど、はい、そもそも資格って特にないんですよ、国家資格っていうのは、はい、うん、お仕事の内容としてはベストなマッチングをね、はい、するというところと、はい、それからその方たちが、交際に入ったらばずっと成婚までサポートをし続ける、うん、で最後の成婚のところまで、成婚イコール婚約です、はい、のところまで見届けるってことですね、うん、ところが最近はその結婚相談所を始めるにあたって、はい、自分のところに全く会員さんがゼロでもスタートはできることはできるんですよ、うん、その連名に入りさえすれば、はいはい、で連名に入るとその加盟店っていうのがありますよね、はい、何千社って入ってますけど、その加盟店の会員様とのマッチングができるので、うん、まあ、マッチングは会員さんは自分で申し込みをしたりすればマッチングはするんでしょうけれども、うん、その後のこの交際がうまく走り出す、はい、滑り出す、うん、で交際期間中をずっとサポートするっていうことをしないと、はい、なかなかと成功までいかないかですよね、うんうん、っていうのはお見合いを1回だけしてその1回で決まるってことはそうそうないわけですよ、はい、10の人もいれば50の人もいれば100の人もいれば、うん、っていうとその方に巡り合えるまでに何十人も会い続けるので、うん、はい、その何十人が多ければ多いほどいいわけでもないし、はい、で逆に少なすぎてもチャンスは少ないしっていうことで、総合的にいろ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 マッチングだけではなくてアドバイス力とか、うん、そのアドバイザーさんの、知識とか、はい、それから経験値、過去にどれぐらい成功 の、 数を出しているのかっていうのは非常に大きいところですよね、うんうん、はい、それからあとは資質としては人が好きっていうのも絶対です、うん、人が好き、はい、事務職ではありませんから、はい、であとはもうおせっかいなぐらいがいいですね、うん、常にその方たちのことを気にかけていて、あの子どうしたかなとか、うん、例えばね今コロナ禍ですから、はい、転職も多いんですよ、はいはい、実は会社自体が非常に不況になっているとか、うん、はい、それから残業が多くなっているとか、はい、っていうことがいろいろまああるんですけど、うん、でそういう時のその転職の相談も受けますから、結局その結婚するだけで
ただただ誰かと誰かをくっつけてはい見届けますじゃあ済まないんですね、うん、その男性が今仕事で悩んでるとか、はい、体調がどうのとか、うん、いろんな背景を全部分かってあげて、うん、で寄り添っていって、はい、じゃあ婚活は婚活だけれどもそもそも今もらってる年収が900万 で、うん、でそこを転職するとどのくらいになるのかなとか、うんでなぜ転職をしたいのとか、はい、っていうところまで私の場合はね、はい、私の場合は入り込んで、うん、すっかりと理解をした上でその方に会う方っていうのをご紹介していくので、うん、そこまでできる人がどのくらいいるかなっていうのはよく分かりませんが、はい、分かりませんがやはりそのぐらいまで人のことを向き合って、うん、一人ずつの会員さんに寄り添っていかないと、はいはい、成婚は難しいと思います。アドバイザーさんの、まあ、平均年齢というか、はい、大体おいくつぐらいの方がまあちょうどいいというか、ね、ちょうどいい、うん、大きな会社なんかは新卒のね、はい、22歳がゴロゴロいますけれども、うんまあ、そういう方たちにアドバイスされてもどうかなとは思うんですね。まだ結婚ね本人がされてない可能性もありますよね。そうし年が倍ぐらいの40代の方たちもね会員さんで多いわけですから、はい、あなたにそんなこと言われたかだよって思う人もいるとは思うのですが平均的にはねやはり一度は結婚している、できたらもしかしたら離婚の経験があって婚活をもう一回して、うん、で再婚をした、はい、それから出産をした、うん、で子育てをある程度したっていうような方がベストかな、うん、向いてる。男女比はどのくらいなんですか、うん、男女比はねおそらく8人くらいじゃないですか、うん、で女性が 80% ぐらい、もしかしたら91か8人か、うん、代表者は男性だけれども、うん、その男性は何もしてませんよっていう会社もあるでしょうし、はい、ものすごく大きいとなると、うん、で小さいとなると男性がねなかなかその女性に寄り添ってっていうのは難しいんですよね、うん、女性のその気持ちっていうのがわからないので、うん、なかなか寄り添えないんですよ、はい、それから会員さんが男性だとしますよね、はい、その男性は女性には自分の弱いところは見せられる、うんうんうん、けど会員さん自体が会員さん自体、はい、でも相談をする相手が男性っていうのはなかなか言いづらいっていうのはよく聞きますね。あなるほど、はい、じゃあちょっと会員さんよりも年上で経験そうですね、だから40代から40半ばぐらいから50代60代がいいんじゃないですか。ただ今度60代になってくると、はい、かなりその方がおしゃれでいないとおばさんになっちゃうとダメなんですよ。おばさんっていうのは年齢がじゃなくって気持ちがとか、ちょっとね、リモートで仕事をしててって言われてもちょっとそうそうってなるとリモートって何とかね、はいはい、でパソコンもあんまり使いませんとか、はい、っていう風になるとギャップがちょっとその20代30代の方たちと比べるとギャップが違いすぎる、社会の背景がちょっと違いすぎるので、はい、環境ですね、環境が違いすぎるので、はい、経験値でいうとやっぱり40半ばぐらいからじゃないですかね、が一番向いてるというか向いてる年齢ですね。子育てをしないと、その結婚っていうのはその子育ても入りますよね、はい、だからその経験を1年じゃなくて5年10年15年やってないと話ができないですよ普通は。もちろんいるんですよ、もちろんお子さんがいないアドバイザーは5万といるんですよ、もしかしたらそちらの方が多いかもしれない、だけれどもその人からもらうアドバイスっていうのはやはり薄いですよね。なるほど、経験してないことを何をイメージしているのかしらって逆に思いますよね。じゃあまあ一通りいろんなことをご経験した、人がアドバイザーには向いてる感じなんですかね、はいはい、この志賀明さんにもなんかそんなようなお話しされたんですか、はい、しましたね、もちろん、志賀先生すごくこうお聞きになりたいことをたくさんもご用意されていて、ええ、で上から順番にこうお答えしていきましたけど、うん、かなりの分量でしたよ。じゃないとやっぱり作家さんですからね、なかなかこう書けないですよね、そのお仕事をしてるわけではないですからね、はいはい、だから結構そうなんだって感心されていらっしゃいましたけど、なるほどなるほど、ね、はい、ぜひね、まあ、植木先生のアドバイスも入っているようですので ね、もしね機会があれば ね、はい、ご覧いただきたいと思います、はい、